オッズループしてた。オッズ。ノブ、ビラもありがとう。ふにゃん。すごい、今のでこんだけ飲んだ。すごい。今のすごかったでしょ。吸引してたよね。にゃん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 、すっげ。ポワポワしてた。いて。あ、見て見て、 BLT さんの新しいやつが出てます。ツイッターで2回目のやついいねしました。今 BLT さんのツイッターで2回目のフィルムオフショットが出てます。いい感じ。今回もぜひご覧ください。あ、私のタイトル、当てのない旅、Run Away、 Run Away、当てのない旅、Run Away。 今リツイートしました。第1弾もリポストしました。シルエットが綺麗ね、お洋服といい感じですね。クマありがとう、10周年唐辛子ありがとう、唐辛子じゃない、 STU10 枚目シングルの10ありがとう。チカリンコン
よんで。疲れんかも。桟橋の振り返りがお気に入りです、ありがとうございます。オフショットの本が欲しい。それはもう写真集なんよ。にゃん、よいしょ、頑張ろう人生。あ、なんかアンナちゃんがくれたチョコ、カカオサンドだって。明日の朝ごはんにしよう。お、チョコ、明日の朝ごはんにしよう。ウェハース、写真集、写真集、写真集さ、にゃんすけさん表紙でもいい？だって美しすぎるもん、にゃんすけさん美。あ、わかった、セブンレッド版がにゃんすけさん表紙で、アマゾン版がゴロミちゃん表紙で、楽天ブックスがカメコリン表紙で、通常版は私。どう？裏表紙はにゃんすけさんのバハバハ、にゃんすけさんのお尻大爆発尻尾ですよ。共通、共通絵柄。カメロワさんはちょっと怖いんで、あの見切れさせてきます。でかすぎて怖い。版でもいいや。でもってどういうことよ。通常版が一番いいでしょ。ありがとう。クマ、ちびクマ、ちびクマハート、十十十ハート、再販中？お話し会の再販は明日の13時までですってやつ？え、私よりちゃんと告知してくれるじゃん。ありがとう。お話し会の再販期間は明日の13時までとなっております。そして11月23日木祝、何の祝だろう、勤労感謝の日の、お話し会は、最終受付となりますので、お願いします。
もう1時間目2時間目はユミリン以外全員なんかすごいね。ユミリンはもう最後だからあれだけど、めっちゃ暇な感じでなんかすごい早く切り上がってたよみんな。 1,2 時間目が穴場です。すごい暇そうでしたみんな。私もあの結構待ち時間が多かったので、1,2 時間目来てください、お願いします、待ってます。まあ公演の感想とか、あとは来週四国公演もあるし、六本木ヒルズのフェスも、フェスというかイベントもあるし、マリーナホップのイベントもあるし、リリーイベもあるし、SKE のゴードライブもあるし、結構話題は尽きないかと思われますので、よろしくお願いします。じゃあ1時間目早いよね、10時はさすがに無理だよね。1時間目ほんとね、最初の方ほんとなんかスカスカって感じ、受付終了間際に来てくれたけど、ほんと1、2時間目はもうすぐ入れるので穴場ですよ皆さん。サクッとやりたい方ぜひ待ってます。感謝枠ないのが響いてる、それはあるね。2時間目が劇的に可愛かったです。ほら早いって可愛いって2時間目。1時間目が10時からなので、よろしくお願いします、来てください、待ってます。お待ちしてます。勇気出していこうかな。来て来て、一回来ちゃえばねいい感じだしね。やっぱ一対一で直接喋る、直接とかまあオンラインでも直接みたいな気持ちだから、そう喋るのはなかなかいいもんだぜ。私服です、私服です。1時間目の朝一から可愛かったです。ほら口コミも好評ぜひよろしくお願いします。試しに もし多少余裕があれば1枚試しに行ってみて、あーってなって、だから3枚とか5枚ぐらい取っておくのがおすすめ。3枚、1枚使ってみて、その後2回目でちょっとリベンジしに行くみたいな。リベンジっていうか1回でも楽しいけど、でも心残りができると思うの、あこれ言っときゃよかったみたいな、それの用の何枚かが持っておくといいかもしれない。私が卒業したらニックネーム変えるものですか、どうなんだろう、どうなんだろう。でも私は変わらずここにいるよ。まあ皆さんお話し会楽しいのでぜひ来てください。ガインゴこの裏におみくじありって書いてる。おみくじ。
枚買ってます、ありがとう。友達のような話でそれな。大吉だって、大吉イエーイ、頑張ってたからだ3連休。ノープランで言ってもメンバーが喋ってくるね、だからおいで大吉。おめでとう、ありがとうございます、嬉しいです。今日ヤンスケさんに包まれて寝ます、いいな、バハバハじゃん。ランキング読もう、元気かにゃ、元気だよ、旅人ありがとう、テルピーありがとう、タカ怒涛の3日間お疲れ、よく頑張ったね、マジ頑張った、本当に偉い、 STU 史上、 STU 人生史上一番偉かったかもしれない。はい、松先生、卒コンの配信チケット買うとしたら一部と二部どっちがいい？青い暇あるから一部じゃない、わかんない、どっちもいい、どっちもかんちゃんありがとう、九州のノブ、土蔵のスケジュールお疲れ様でした、音信不通さみせつが元気な姿を待ってくるまで我慢します、ありがとうございます、いやもう本当に働きすぎた、さすがにありがとう、かんずありがとう、始めたよ、ありがとう、カメコでルイセラメ、ありがとう、カメコも、カメコ写真見るのマジ楽しい、ありがとう、背番号48ありがとう、今日もありがとう、帽子もミケちゃん、ハードスケジュール乗り切ったの偉い、頭が下がる思いです、ファンも全力応援しなきゃね、そのお気持ちで私はまた頑張れる、ありがとう、楽しかったですよ3日間、ノーボディありがとう、アオニアス疲れんこん、よく頑張りました、活休もいたしかないです再開後にまたお会いしましょう、ではなんか私はファンの人、冗談か冗談じゃないか分かんないけど飲み込み早くね1位は埼玉のおいたん、ありがとう、ありがとうございました、はい、私が福田はって言ったらストーチって言ってください、アニアサと福田ストーチ、サンドの飯はどんで決まり、香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした、皆さん今日も一日ありがとうございました、お疲れ、小林みんゼミです、はい、マジで3日間働きすぎて、3日間っていうかここ2週間ぐらい働きすぎて本当に頭がおかしくなりそうなんですけど、あの皆さんの応援と笑顔のと緑のペンライトのおかげでなんとかこの日まで生き抜くことができました、今まで本当にありがとうございました、とっても楽しかったです、お疲れんこ、おやすみみんじみです、皆さんがいつもいっぱい喜んでくれるから頑張れます、はじめだよ、頑張った、ありがとう、本当に嬉しい、ありがとう、頑張っただよ、みんなも明日からも一緒に頑張ろうね、応援してます、いっぱい応援してますので、乗り切る、乗り越えるのだ、ありがとうございました、またね、バイバイ、ありがとう。